インダクションレンジにウォック鍋をセットし、マニュアル8で加熱します。ウォックが温まったらスペアリブを並べて焼いていきます。焼き色がついたらスペアリブをひっくり返します。ブロッコリー、人参、じゃがいも、ニンニクを入れていきます。マレードの代わりにホワイトパウダーのレモンを入れます。醤油を万能カップ1杯入れます。みりんを醤油と同量の万能カップ1杯入れます。沸騰したらブロッコリーだけ取り出します。ブロッコリーを取り出したらインダクションレンジマニュアル4に下げて30分。蓋を開けて照りをつけると完成です。